平野の仕様、インスタ370万人のこと次元影響力。レモネード店は長蛇の列で、長多坊は予約席はずっと満席、レモンは4倍。現地本人席写真あり。インスタグラムの帝王、平野の仕様が巻き起こすファンの熱狂。元キングプリンスへの平野仕様、その存在感はまさにこと次元。 7月最後の週末、彼が訪れたサンドイッチ店は、ファンの長蛇の列で大賑わいを見せました。彼のインスタグラムは驚異的な370万人を超えるフォロワーを魅了しており、その影響力はどんな小さな行動にも大きな波紋を広げることを証明しています。ずっと満席の予約席に魅了されたファンたち。 平野紫仕がサンドイッチ店を訪れた際、インスタグラムのストーリーズ機能を活用してレモネードを楽しむ様子を公開しました。くつろいだ笑顔と共にインスタえする写真が数多く投稿され、ファンたちはそれを見て一気に魅了されたようです。その後、彼は約束通りに更新したインスタで店内でのポーズを披露し、さらなる反響を呼び起こしました。 ファンの駆けつけで予約が殺到。平野市用が訪れたサンドイッチ店は都内の小さな駅の近くにあると言われていますが、ファンの手によって瞬く間に特定されました。予約席の受付は常に満員となり、営業時間中の電話受付のみに変更されるほどの人気ぶりです。 女性誌ライターの取材によると、席数は二人掛けが3つ、4人から6人掛けのテーブル席が2つ、そしてカウンターが6席とこじんまりしていますが、こだわりの食材で作られたメニューが人気を集め、近隣住民も多く通うとのこと。魅力的なメニューで人々を魅了。 店の人気メニューは、定番の b l t サンドを含む10種類のサンドイッチやライスメニュー、ちょっとしたおつまみからデザートまで、幅広いニーズに対応しています。さらに、お酒も豊富に揃えているため、ランチから深夜1時まで、食事はもちろんカフェやお酒を楽しむ場としても利用できるとのこと。 人気ラッパーエミネムに由来する店内のアメリカンな雰囲気と、ゆるく流れる音楽が居心地の良い空間を演出し、ファンたちが足半く通う理由の一つとなっています。平野仕様のファンの影響力は以上。彼の訪れたサンドイッチ店には、ファンたちが引き起こす騒ぎが止まらない様子。常連客が、ランチタイムは通常、1000円のサンドイッチがドリンクセットで、 1100円とかなり弱いなので、それ狙ってよく来ます、と語り、ファンたちはレモネードとブルを注文していることがわかりました。90分制の予約制度により、平野仕様が座った席を指定して予約するファンが多いため、常に満席となっているとのことです。さらに、レモネードの注文が増え、レモンの補充が4倍になるほどの影響力を持っていることが明らかになりました。 影響力の大きさには注意が必要。一方で、ファンの駆けつけによる影響が過度になりすぎることによって、平野仕用自身が外食風景を控える可能性も指摘されています。店舗に路上駐車された車やファンの騒ぎが店舗の迷惑にならないよう、ファンとしてもマナーを守る必要があると言えるでしょう。平野仕用の影響力によって一躍有名に、 ヒラの仕様の影響力はまさにこと次元。370万人を超えるインスタグラムのフォロワーを持ち、その動向によって人々を引きつけ、店舗の予約が殺到するほどの影響を持っています。彼の訪れたサンドイッチ店は、レモネードや b l t サンドが人気を博し、ファンたちにとっての聖地となっています。 一方で、ファンのマナーには注意が必要ですが、平野の仕様の魅力と影響力はまだまだ続くことでしょう。